はいどうもなぎです。ということで今回の動画は限定ガチャ入手優先度トップ3ということで、今までの限定ピックアップガチャを振り返りつつ、個人的におすすめな入手優先度の高い限定星5キャラを3人紹介していこうと思います。今まで原神ではたくさんの限定星5キャラが出てきて、ついにウェンティが最初の復刻ガチャとしてようやく登場しました。まあ、この流れで言うと他の星5キャラも今後復刻していくと思うので、これから他の復刻ガチャが来た時とか、今回のウェンティとタレタリアのガチャで悩んでいるという方はぜひ参考にしてみてください。今まで登場してきた限定星5キャラとしては、ウェンティ、クレイ、タレタリア、勝利、アルベド、カウン、ショウ、フータオの8キャラですね。一応ね、今まで全ての星5キャラを入手して最低でもレベル80までは育成してきましたからね。特に限定ピックアップの星5キャラはほぼ全員レベル90まで育成してきたので、今後復刻ガチャが来た時にそのキャラを引くべきかどうかなどの判断材料にしてみてください。まあ、ただあくまでも個人的な意見なんで参考程度にしていただけると幸いです。それでは今回の動画の全体的な流れとしてはこんな感じです。1つ目、おすすめ限定星5キャラトップ3。2つ目、その理由と他の星5キャラとの違い。そして3つ目にまとめといった流れで進めていきたいと思います。それでは早速トップ3の紹介をしていきましょう。絶対に入手しておくべき限定星5キャラ3人は、3位がカウン、2位が勝利、1位がウェンティ、この3キャラです。でまあ一応ね、トップ3はこの3人なんですけど、勝利とウェンティはパーティーにいるだけで世界が変わるレベル、バランスブレーカーと言ってもいいかもしれません。ポケモン XY 時代のガルーラ、スマブラ 4WiiU のベヨネッタ、ピクミン2の紫ピクミンみたいな感じです。カンはアタッカーの中でも使い勝手が頭一つ抜けているという理由から今回第3位に出ました。あ、それと今回一つ前提としては全員無凸想定です。もし全員が貫突の場合、カウンのところがショウとか別のキャラになる可能性もあるかと思います。まあ、ただ全員貫突だったとしても多分このウェンティと勝利の2トップの座が揺るぐことはないかなと思います。はい、それではなぜこの3人が限定星5キャラの中でも頭一つ抜けているのかっていう解説をねしていきたいと思います。まずはカウン。このキャラの一番の強みとしては弱点やデメリットがほとんどない点ですね。まず強力な星5アタッカーの一番の強みって通常攻撃が元素攻撃な点です。タルタリアにしろ、フータオにしろ、ショウにしろ、普通の通常攻撃は物理ダメージなんですけど、これが何かしらのトリガーでその物理ダメージを元素攻撃にすることができます。これのおかげで通常攻撃でも元素反応が起こせて高い火力を出せるっていうのが強力な星5アタッカーの特徴です。もちろんカウンもその特徴を持っていて、カウンの場合銃撃が特殊な攻撃になっているので銃撃を主軸に戦っていくキャラなんですけど、このカウンの銃撃には特に大きなデメリットがないっていうのが非常に強力です。例えばさっき例に挙げたタルタリアやフータオは元素スキルの効果期間中という縛りがありますし、ショウは元素爆発中だけです。クレイの場合は通常攻撃がもともと元素攻撃ではありますが、クレイの強みはスタミナ消費の激しい銃撃です。固有テンプである程度カバーはできるものの、銃撃を主軸に戦っているといつか必ずスタミナがつきます。しかしカウンの銃撃の場合、弓キャラなんでクレイと違って銃撃でスタミナを消費せず、どんな距離にいる敵に対しても強力なダメージを出し続けることができます。強いて言うのであれば、ため動作中に攻撃されると攻撃が中断されてしまうのが弱点ですが、これはパーティーにシールドキャラを1人でも入れていれば解決できますし、なんなら敵とある程度距離を取っていれば避けながら戦うのも難しくありません。というか近接キャラよりよっぽど簡単です。簡単に言ってしまうと、カウンはクレイやタルタリアのような強力な通常攻撃を特に大きなデメリットもなく、どんな距離どんな場所にいる相手にも当てることができます。しかもね、カウンは通常攻撃を元素攻撃にするトリガーが銃撃なんで、元素スキルと元素爆発の両方を普通に使うこともできます。しかもまたこの元素爆発が超強いんですよ。広範囲な敵に継続的な元素攻撃をしつつ、キャラチェンジしても効果が持続するんですから、とりあえず溜まったら雑に使っておくだけでもクッソ強いです。もちろんね、単体の瞬間火力で見た場合、カウンより高い火力を出せる限定保証キャラはいると思いますが、使い勝手の良さとか元素反応の起こしやすさなんかを加味すると、カウンはアタッカーの中ではやっぱ頭一つ抜けた性能してますね。はい、ということで使い勝手の鬼ことカウンがアタッカーの中でもちょっと別格だなと思ったので、今回第3位に入れさせていただきました。てかカウンが第3位な時点でもうなんかおかしいんですよね。はい、ということでお次は第2位の勝利です。このキャラに言えることはただ一つ、硬い。勝利が一人いるだけで敵からダメージを受けるということがなくなります。勝利が一人いたら他のキャラの HP 全員1でもいいです。シールドが強力すぎてステップで敵の攻撃を避けるという動作がこのゲームからなくなります。というのも、この勝利というキャラクター、シールドキャラの中で唯一シールド効果中にシールドを張り替えることができるんですよね。つまりシールドが途中で敵に割られることがない限り、マジで敵から1ダメージも受けることがありません。もちろんシールドの張り替えを忘れたりするとダメージは受けちゃうん
んですけど、シールド効果中に幻想スキルのクールタイムが結構余裕を持って終了するんで、慣れてくると張り替え忘れるっていうことも減ると思います。しかもさっき言った通り、このシールドが硬いのなんの。バージョン 1.3 のアップデート後、岩元素のシールド仕様変更で、ただでさえもともと強かった勝利のシールド耐久値が実質 1.5 倍になりましたからね。最強のシールドが無敵のシールドになりました。で、僕さっきなんて言いましたっけ、このシールドを貼り続けられるって言いましたよね。つまりはそういうことです。まあ、マリオで言うと永遠にスター状態で攻略し続けられるみたいな感じですね。これがまさにゲームバランス崩壊と言っていた理由です。まあ、もちろん無敵はちょっと言い過ぎで、ボスのタルタリアとかの場合は勝利の生物をシールド特化にしていても途中で割られちゃうんですけど、まあ、基本割られることはありません。シールド特化勝利を突破できるって言ったら、それこそボスのタルタリアか神経螺旋の12層とかくらいじゃないでしょうか。まあ、それもちゃんとある程度避けながら戦ってたら、そうそう割れることもないんですけどね。しかもこの勝利のシールド中は敵の元素耐性が下がるっていう絶対につけなくてよかったデバフ効果もあるんで、なぜかね火力サポートもついてるバグ仕様です。はい、ということで超絶強化によってゲームバランスの崩壊を引き起こした勝利が第2位でした。まあ、ただねシールド強化の勝利を使ってると原神が無双系ゲームになっちゃうので、ご利用は計画的に。はい、ということでそんなバランスブレーカーの勝利を抑えて第1位となったもう一人のバランスブレーカーが風神バルバトスことウェンティです。このキャラを簡単に言ってしまうと、このゲームから雑魚敵が消失します。ウェンティの元素爆発には吸引効果と敵を浮かして拘束できる能力があるんですけど、このウェンティの元素爆発で拘束できる敵は実質存在してないのと同じです。そう感じるぐらい雑魚敵との戦闘が快適になります。地脈周回はもちろん、風生物や武器素材などの秘境、神経螺旋の攻略など、ウェンティがいるかいないかで攻略の速度や難易度が別レベルになります。一部ではウェンティっていう単語が作られるほど、このキャラの存在価値っていうのは大きいです。特にウェンティがいなくて神経螺旋11層の防衛で苦戦している人は、このキャラを入手するだけで攻略できるようになると思います。さっきの勝利にしてもそうなんですけど、ウェンティには他の星5キャラと違って代わりが務まるキャラがいないんですよね。一応スクロースも吸引ができて敵を浮かすことはできるんですけど、クールタイムや吸引力の差など使い勝手の面で言うとウェンティとはちょっと比較することができません。もちろんねスクロースはスクロースで元素熟知アップなんかの差別化点があるんで、決してウェンティの介護官と言いたいわけではありませんが、どれだけ頑張ってもスクロースがウェンティになることはありません。逆もしっかりですね。これが例えばアタッカーの場合、火力に差はあれど、タルタリアやクレ、そしてカウンとかじゃなくても同じアタッカーという役割を他のキャラで補うことはできます。ていうかそもそもこのゲームでそこまで大きな火力を求められる瞬間ってはそんなに多くありません。まあ、ただその点勝利とウェンティは無限のシールドと敵を一箇所に綺麗にまとめて拘束できるっていう、他のキャラがどれだけ頑張っても真似できない性能を持ってます。もう火力の高さとか継戦能力の高さとかじゃなくて、この二人は利便性が他のキャラとは段違いなんですよね。まあ、いろいろ言ってはきましたが、今回の動画で伝えたいことはただ一つ、まだウェンティを持ってない人は絶対に入手しておきましょう。無課金の人もここで初課金を解放するのも選択肢の一つだと思います。課金ができない人はガチャ期間まで全力でイベントやアチーブメントを進めて原石をかき集めましょう。もちろん最終的にガチャを引くか引かないかを決めるのは僕ではありませんが、ウェンティを引くかどうかで迷っている人は僕は引くことを強くお勧めします。今回紹介したカウン、ウェンティ、勝利は無凸でも全く問題ない強さなんで、ウェンティに限らず今後引ける機会があるときは1体は入手しておくのがおすすめです。勝利でシールドを貼りながら、ウェンティで雑魚敵をまとめて処理して、カウンで大型の敵をなぎ倒していくのは最高に楽しいです。それでは今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。いつも通り高評価500を目安にシリーズとして続けていきたいと思うので、今回の企画が良かったと思った方はぜひ高評価よろしくお願いします。あとツイッターもやってるんで概要欄からフォローしていってくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。